え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の20日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 弔問手続きの期日において、えー、具体的にどんなことをやるのかというのが20条の規定に出てきますから、20条を見ながらですね、弔問の期日にいて、弔、え、問、ー、室の中で何が行われているのか、そんなことを想像しながらですね、条文読んでいくことにしましょう。とりわけ2項と3項と6項、これが大事なので、まあ、そこを中心的に見ていくことにしましょう。とはいえね、1項から順に見ていきたいと思います。えー、1項から見ていきましょう。 まずはですね、主催者は、まず行政職員に対し、一体今回どんなですね、聴聞手続きをするのかというのをですね、説明をさせるという冒頭の手続きが出てきます。これはあの、刑事訴訟法なんかでもそういう規定が出てきて、それをモデルにしていると思われますけれども、刑事訴訟法とかだと、まあ、検察側にですね、まずはその起訴状を朗読させるなんていうのがあったりとかしますから、まあ、それと同じような感じですね。えー、20条の第1項ちょっと軽く見て おきましょう、えー、主催者は最初の弔問の記述の冒頭において行政の職員に予定される不利益処分の内容根拠となる法令の条項そしてその原因となる事実 を、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならないと。聴聞の期日に出頭した者っていうのは、まあ、当事者だったり、参加人だったり、あるいは代理人とか補佐人という方がいらっしゃれば、そういった方々に対しということになりますけれども、まず冒頭で説明をさせるということになります。まあ、ここに書いてある内容って、聴聞の通知でえ知らされている内容ですよね。まあ、確認ということでえ、冒頭で説明をするという形になります。 はい、えー、重要な第2項を見ていきましょうお。第2項は何が書いてあるかということですが、まあ、第2項重要ですね、えー。当事者または参加人は、弔問の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、並びに主催者の許可を得て、行政の職員に対して質問を発することができると。 聴聞期日に出頭して意見を述べられますよ、なんていうのは、これはもう当たり前ですよね。まあ聴聞手続きってそもそもそうやって反論防御ができるということになりますから、それはいいんですけれども、大事なのがですね、この主催者の許可を得て行政職員に質問ができるという書き方なんですよね。 そもそも弔問手続きって、行政職員に対してですね、ま、いろいろ質問をしたりとか、言い分こっちもありますから、いろいろ意見を言ったりとかする場でありますから、なんでわざわざ主催者の許可を取らなければいけないんだ、なんていう感じがしますよね。で、これはね、うーん、実際にあの、もう、 司会進行を無視して、で、もうね、こう、処分を下そうとしてる人ですから、敵なわけですよね。で、当事者は、まあ結構暴言を吐いてしまったりとか、することもあり得るので、ある意味ですね、それをちょっと止めよう、なんていうところもあって、えー、まあ質問を許可するっていう制度にしてるっていうところもあるんですけれども、あとは、私が実際やった時なんかは、その、行政職員の、 部下に当たる人がですね、主催者に入っていたんですね。えー、そんな話を、まあ、前回、前々回、えー、させていただいたかと思いますけれども、主催者はですね、実際その行政職員の部下だったりとかするわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、あの、この当事者の気持ち,気持ちとしてはあ、なんかもう主催者ってこの行政職員の顔色を伺いながらね、進めてるし、もう主催者も関係ないと。 だってそうじゃないですか。なんかこう文句を言おうと思った時に、で、上司の方と部下の方がいたら部下に行ったってしょうがないじゃないですか。もう上司にですね、直接言いたくなるわけですよ。そうするともう主催者いる意味ないんですね。主催者いる意味なくて、もう主催者をすっ飛ばしてですね、その行政職員に対して、えー、意見を言い始めてしまうと、そうするとやっぱりですね、この議事進行として良くないというところもありまして。 えー、まあ、そんなこともあって主催者の許可を取らないと行政職員には質問ができないなんていうことにはなっています。えー、質問権という言い方をしますけれども、これ非常に重要ですから押さえておいていただきたいなというふうに思います。ただし主催者はですね、むやみやたらに不許可にはできませんからね。やっぱり反論防御で意見を言ったり質問したりしてかるべきですから、基本的には許可するということにはなります。 はい、えー、それでは第3項を見ていくことにしましょう。第3項、前項の場合において、えー、当事者または参加人は、主催者の許可を得て、補佐人と共に出頭することができるというふうに書いてありますね。で、ここで補佐人という方が出てまいりましたけれども、以前16条で代理人というのを勉強しましたよね。で、代理人というのは基本的に、 当事者になり代わってですね、この弔問手続きを進めますので、まあ当事者はもうその日出頭しなくていいんです。もう代理人が行っても代理人が行うということでいいんですが、補佐人というのはあくまでサポート役になりますので、当事者プラスアルファ補佐人という形で出ます。 具体的にどんな場合に補佐人を立てることがあるかということなんですけれども、まあ一つはですね、例えば処分のなーて人となるもの、この当事者がですね、外国人であったりとかして、で、日本語がうまく喋れないとかね、こういう場合にはですね、通訳の方がセットでつくわけです。通訳の方も一緒に行かしてくださいっていう場合は、補佐人としてですね、あの出頭させてくださいということで主催者の許可を得るという形になったりとかします。 あるいはですね、あの、会計の担当とかですね、その税務の担当も一緒に連れて行った方が、まあ、今回の弔問手続きいいだろうなっていうような場合はですね、サポートと役として、その会計担当の者のをですね、連れて行ったりとか、あすることはありますが、 基本的にこれもサポート役連れてかしてくださいっていうふうに言った場合、主催者は許可すべきものというふうに思われますけれども、あまりにも大人数とかね、30人を補佐人連れてきますってなると、いや、役所もですね、会議室結構ちっちゃいところでやりますから、いや、それは多すぎるでしょうと、お2人ぐらいにしてくださいよということでございますから、まあ一応ね、主催者の許可を得てということにはなっています。 はい。えー、そして、第4項を見ていきましょう。第4項。おこれは、主催者は、弔問の記述において必要があると認めるときは当も、当事者もしくは、参加人に対し質問を発し、意見の陳述もしくは、証拠書類の提出を促し、または、行政庁の職員に対し、説明を求めることができると。いうことで、まあ、主催者は、 うん、あんまりしないんですけど、えー、まあ、主催者は一応議事進行役ということなんですけど、弔問調書とかですね、ま、弔問調書っていうのは議事録ですよ。お、その記述ごとにですね、どんなことが話し合われたか、えー、意見が出されたか、なんていうのをですね、あの、議事録を取っているんですね。で、ね、最終的には、この主催者の意見を付した報告書っていうのをですね、行政庁に出すということになるので、 なので、やっぱり不明な点とかがあればですね、主催者はあ意見を求めたりとかですね、えー、これよくわからないので、えー、証拠書類を出してくださいとかですね、えー、こういうことを言ったりとかします。であとは行政庁の職員に対して説明を求めたり、なんていう不,不明瞭な部分があればですね、えー、するということになりますが、まあ、あんまりですね、こういう,う、まあ、説明を求めたりとかも、私が見てる限りはあんまりしてなかったですけどね。はい、えー、これがまあ、第4項ということになります。えー、そして、第5項です。主催者は 当事者または参加人の一部が出頭しないときであっても弔問の期日における審理を行うことができるということで 全員がですね、出揃わないと、弔問が成立しないということだと、やっぱりね、出席者が多かったりとかして、参加人が何人かいたりとかすると、参加人の一人が来なかったら、弔問手続きは進められませんっていうのを困るので、一応確認的にね、一人休んだとしても、おまあ、当事者何人かいて、そのうちの一人が来なかったとしても、弔問手続きっていうのは進めることができるんですよと。こういうふうに書いてあります。まあ、逆に全員がですね、出てこなかったら、弔問手続きをやる意味が ありませんからそういう場合にはですねやらないということになります、えー、この第5項のところというのはまあ、確認的に置いてるだけですねはい、第6項のところになりますこれも重要です聴聞の期日における審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、えー、公開しないということで原則非公開だぞなんていう話、えー、前回お話をしましたあ、傍聴人というのはあ基本的に入れません、えー、これは原則非公開の手続きなんですなぜかというと やはりこれ不利益処分の話でですすからプライバシーに関わるわるけなんですねただ、行政庁が公開することを相当と認めるっていう場合もあります。昔ですけど、あの、道路公団の総裁をですね、解任する、こういった手続きで、まあ、公益性が高いということでですね、公開したこともあ,ありました。まあ、こんな場合にはですね、公開するということもありますけれども、原則非公開ですよ、ということになります。 はい。えー、ではですね、今日は第20条について見させていただきました。はい。お疲れ様でした。